ボイスサプリ。おい、夜食作ったぞ。え、食うか？食うよな。いや、食わねえとは言わせねえ。さっきから腹グーグーさせやがって。ってことで、はい、どうぞ召し上がれ。おにぎりと卵焼きと唐揚げと豚汁。あ？ダメだった？お前の好きなもん作ったつもりなんだけど。まあ大丈夫だろ。多分人間夜食一回食ったぐらいで劇的には太んねえよ。ほら、安心して食え食え。ああ、わかった。俺に食わしてほしいんだろう。な。仕方ねえな。ほら、まずは唐揚げ。ああ。なんだよ。どうした？俺の飯はまずくて食えないってのか？じゃあ口開けろ。よしよし、素直に食えて偉いぞ。じゃあ次は卵焼き。はい、あーん。うんうん、やっぱうまそうに食うな。あずるくない。俺は断じてずるくない。そもそも腹減ってないからって夕飯を抜くお前が悪い。後で腹減るに決まってんだから。作業してんだしなおさらな。は？お前な、ったく。よいしょ。ほら、彼氏成分たっぷり補給しろ。はあ？いや、お前が言わせたんだろうが。俺のが普通に恥ずいっての。なんだよ彼氏成分って。なあ、甘えたい盛りかお前は。よしよし。作業あんま根詰めすぎんなよ。お前たまに無茶するから心配になる。ならいいけど。ま、寝そうになったら強制的にベッド連れてくけどな。はいはい、そん時は一緒に寝てやりますよ。ま、お前の彼氏だしな。ああ、また調子に乗り上がってこいつ。うん、上がったよ。乾かしてみろ。これでもうちょっと頑張れるか？
まあ頑張れないって言われたら怒るけどな。冗談だよ。俺もしばらく起きとくし。まあ、ほどほどに頑張れや。ああ、さっきの夜食、適当に食って残ったら明日に回すから。気にすんなよ。あ？夜食のリクエスト？それは、まあ、気が向いたらな。てか、その前に夕飯を食えっつってんだよ、バカ。太りたくないなら、なおさら。うん。まあ、飯くらい、いつでも作ってやるから。腹減ったら、ちゃんと言えよ。チャンネル登録をして、次の動画もちょっとだけ見てみない？